ポール・マッカートニー必殺のベース和音弾き10選をやります。1曲目 All I've Got To Do。ファーストでは多分和音弾きはやってないと思うので、これが初ですかね。基本的に全部パワーコードです。ルートと5度ですね。この形です。メジャーかマイナーかを決定づける3度の音が入ってないのでどこでも使えます。やっぱりポールはギタリスト出身なので和音で弾きたくなっちゃうのかもしれません。セカンドだと Don't Bother Me、 I Wanna Be Your Man とかも和音で弾いてるところがあります。次は I Want To Hold Your Hand です。これも和音弾きしてるんですね。今回調べるまで全く気づいてませんでした。でこれは2番のとこを弾いたんですけど、1番では前半だけ単音で弾いて後半が和音で弾いてます。で2番は全部和音で弾いてます。こういうのはちゃんと決めて弾いてるのか、それともその時の気分で弾いてるのか、どっちなんでしょうか。僕は多分その時の気分で弾いてると思います。全部暗記するにはちょっと細かい違いが多すぎるので、多分大まかなフレーズは決めておいて、あとは気分で細かいところを変えるっていう感じだと思います。その変え方がまた天才的ですね。次は And I Love Her です。意外とバラードでたくさん和音弾きをしてます。これは全編この和音弾きで通してます。ちょっとフラメンコっぽいギターの響きとよくマッチしてると思います。次は I'll Be Back です。これは最初の A メロ部分は全部和音弾きです。毎回違ったパターンで弾いてます。その後の2つの和音弾きはこの1回のみです。どこで飛び出してくるか全くわからないですね。油断できません。次は What You're Doing です。和音弾きまくりです。これエレキギターのパワーコードでの刻みとほとんど変わらないですね。ハードロックとかヘビーメタルのバンドがよくやってるやつです。次はヘルプです。こんな有名曲にも和音弾きが隠れてました。今弾いたのは3回目の A メロのちょっと静かなところですね。同じような感じで2回目も和音弾きをしてます。普通に聴いてたらまず気づかないんじゃないでしょうか。次は You've Got To Hide Your Love Away です。
これは今回一番びっくりした曲なんですけど、 A メロ全部和音弾きです。どうやって聞き分けるかっていうと、和音だとボワーンっていう感じの音になってます。音がちょっと濁ってますね。まずそれでここ和音かなっていう見当をつけます。あと最近 YouTube でビートルズのベースだけとかドラムだけとか楽器を個別で聴ける音源が上がってるんですよ。いい時代になりましたね。それで確かめれば確実ですね。この曲もベース単体で聴いたら完全に和音で弾いてました。次は In My Life です。またまたジョンの名曲での和音弾きです。最初の A メロの和音は全部これで弾いてます。サビの和音はこの1回だけです。まさかこの曲に入ってるとは思いませんでした。次は I'm Only Sleeping です。今回の和音弾きの中でこれが一番効果的に使われていると思います。これは原曲でも他の楽器と混じらずにベース単体で聴けるので気づきやすいと思います。あと一番最後も和音弾きですね。リボルバーは Got to get you into my life もたくさん和音弾きしてます。最後はこの曲です。 A day in the life です。ラストはもう音が3つになりました。低い C の音と高い C の音両方聞こえるのでこの形ですね。でこれ音源だとピアノの音とかぶってかなり聞き分けづらいです。でもビートルズ公式の YouTube チャンネルのプロモーションビデオだとなぜかピアノがすごい小さくてはっきりベースの和音が聞こえます。これは別ミックスなんですかね。こんな感じでポールはいろんな曲で和音弾きしまくってます。初期の方が多用してますね。ホワイルマイギターの和音弾きは別動画でやったのでそちらをご覧ください。多分まだまだいっぱいあると思います。ベースに集中して聞いて音がなんか濁ってるなと感じたら和音弾きしてる可能性があります。多分ビートルズ全曲楽器別の音源が上がってると思うのでそれで確かめてみてください。今回の10選ほとんど全て初めて和音弾きに気づきました。まだまだビートルズは知らないことがたくさんありそうです。ということでポール・マッカートニー必殺のベース和音弾き10選でした。ご覧いただきましてありがとうございます。